はい、おはようございます。おはようございます。じゃあね、夜の様子をということでこのお二人にインタビューしてみたいと思います。はい、先生たちね、前半と後半で分かれて、当番制で、寝てたんですけど、あの前半起きてた人は、はい、はい、前半の子供たちの様子どうでしょうか。はい、寝る前はもうすっごい年長さん元気で元気でしたよね。今年すごかったよね、テンション高い。寝るのかなと思ってたんだけど、テンション急上昇だったんですけど、はい、もうなんかお布団入ったらもうコロッと、あ、おーってなって、理想的な健康的な感じですね。もう疲れ切って、もうすぐコロッと寝てました。あ、よかったです。はい、あのね、心配してたんですよね、ないんじゃないのかな今年はとか思って。本当直前までだって、ね、キンキンのテンションでしたもんね。そうだったんですけど大丈夫でした。大丈夫でした。はい、はい、後半の方はどうでしたか。はい、もう普通に出ました。ぐっすり。それで時々向こうの方で、はい、とかって寝言とかが聞こえたりはしましたけれども、うん、もうほんとぐっすりで、でも朝が早かったです。みんな早かったですよね。5時ぐらいにはなんかこそこそ、もう起きてたんです。こそこそって、はいはいはい、お話始まって、はい、そしたらみるみる間にこうみんなおーって、うん、だから6時まで寝ててねって、はいはい、寝ててもらうのが辛そうでした。そっかそっか、寝てる子はまだ寝てましたしね。はい、じゃ あ, あの健康的な睡眠を取れたということなんでしょうね。そうですね。はい、はい、寝不足なのは先生たちだけだと思いますが。はい、はい、どうもありがとうございました。今日もまだね半日ありますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。